今回は家宝の動画ということで、全家宝の評価、意外とレアリティ低いのも価値があったりするので、評価とおすすめの家宝、正体層別の是非、まあ評価順とかについて話していこうというふうに思います。早速一番レアリティが低い家宝から価値のあるものありまして、脇差しについては砦を買った時の名声値を上げてくれるので、獲得と強化の価値があると思います。画像の2100名声もらえている方が脇差し勢ですね。猛虎馬は野党狩りを早くしたいタイミングがあまりないのでいらないかなと思います。農業雑記は採取効率を上げることができるので、ちゃんと家宝を入れ替える方なら十分使えると思います。産出系は獲得資源量が少ないので買わなくてもいいかなって思います。緑の1行目が各兵士の訓練量を上げてくれるものですが、この辺については別に買わなくてもいいかなっていうふうに考えてます。緑の2行目については各兵士で最大 5% 防御力上げてくれる家宝で、こちらについてはぜひ買っておいた方がいいと思います。結構使える時間が長いです。青の1行目は産出シリーズと納屋の保護ですが、どちらも獲得しなくていいかなっていうふうに考えてます。青家宝には各兵士の攻撃力を最大 7.5% まで上げてくれる家宝があるので、こちらについては買っておいて強化もしておくといいと思います。使う兵士のものだけ買っておけば十分です。賠償論、荷重を増やせるので地味ですが使い道ありますね。武薬強化の使える時間を長くすることができます。よく見ると付与効果も荷重と採集しかないので、付与効果に外れがないのも地味に強いです。紫家宝の採集シリーズと採集家宝と合わせて一式セットで採集効率が上げられるものについては全部買っておいて、採集部隊出す時に使うと良いかと思います。各兵士の防御バフシリーズについても使う兵士のものは買っておきましょう。強化する価値も十分にあります。金家宝シリーズについても各兵士の攻撃力を上げてくれるものについては強いので、見つけたら買っておきましょう。聖火砲も大筒の威力上げてくれるので余裕があれば買っておきましょう。掛け軸は治療費を減少してくれるので、治療前に差し替えるようなマメな方は買っておくといいかもしれないです。いちご盛り大会については高画収益を上げてくれますが、余裕があれば程度かなっていうふうに考えてます。一応掛け軸とセットで一式効果で珍品レベル上げられますが、なかなか体感はしないと思います。兵数を増やしてくれる馬輪は赤家宝込みでも全家宝中最強と言ってもいいぐらいだと思うので、見かけたら買いましょう。赤家宝のうち戦闘以外のものだと、治療を短縮してくれる旅枕と採集の効率を改善してくれる夜長が比較的使いやすいと思います。治療については兵種レベルが8以降になるとだいぶ時間がかかるので、旅枕が欲しくなる場面も増えると思います。旅枕の効果について、レベル8兵5000名程度の治療時間が3時間51分からどの程度減るか一応画面に映しておきます。ついでに治療資源についても減らしておきます。旅枕のおかげで治療時間が8分ほど減りました。地味ですがないよりはマシですね。赤戦闘家宝については劣勢をマイナスしてくれるものと、優勢をプラスしてくれるものと、全軍の攻撃力を上げてくれるもの、全軍の防御力を上げてくれるものがあります。野党狩りの場合、相手兵士を選ぶことができるので、野党狩り効率を優先する方なら優勢効果の増強が一番便利かと思います。鬼切りやすなレベル29を追加すると戦士が3割程度減るという戦法を同盟メンバーの方からご共有いただいたので、そちらも写しておきます。兵士レベルが上がると育成や治療も時間がかかるので、野党狩りには便利かと思います。とはいえ相手の兵士を選べない場合も多いので、全軍の攻防上昇の家宝を優先する考え方も全然あるかと思います。馬の場合は攻防が同じなのでどちらでも大差ないですが、鉄砲なら攻撃、槍なら防御から上げていくのがいいと思います。続いて家宝の強化の順番についても簡単にお話ししようと思います。そもそも獲得しないと強化できないという大前提はありつつも、兵数を増やすことができる馬輪については最優先で上げるべきと考えます。それ以外だと特化兵士の戦闘を支援してくれる金家宝や紫家宝、青家宝、緑家宝、それぞれについて全部強化すべきというふうに考えます。青や緑などレアリティが低い家宝は強化コストも低いので気軽に強くすることができます。赤家宝については強化コストもかなり高いので、先にレアリティの低い家宝から強化しても良いというふうに考えています。改めておすすめ家宝についてまとめると、特化兵士の攻防を上げられるものについてはレアリティに関わらず獲得することを推奨するのと、兵数を増やすことができる馬輪についてはやはり優先順位が高いというふうに考えています。それ以外だと治療を短縮してくれる旅枕や採集効率を上げてくれる夜長と各種採集系家宝、
治療費を減らしてくれる掛け軸とか、そのあたりはいいんじゃないかっていうふうに考えてます。あとはレアリティは低いですが、名声値を上げてくれる脇差しについては、チリツモでかなり効果が大きいので獲得していくことを推奨します。家宝の送別状態については、送別は毎回50丁銀で送別することができるので、欲しい家宝が複数揃っていない場合で、週後半の珍品レベルが高い時なら送別を使ってもいいと思います。送別ではなく招待の方は即座に呼ぶことができますが、毎回コストが高くなってしまうので使わないことを推奨します。赤家宝になるとなかなか送別しても難しいところはありますが、例えば金家宝で特化兵士の攻撃を上げるものと、馬輪がない時など複数の金家宝が欠けてる時などは積極的に送別すると良いと思います。自分自身の場合は馬輪は割とすぐ当たったのですが、馬攻撃力を上げてくれる金魚がなかなか当たらなかったので、金魚が出るまでは銀送別を繰り返していました。今は全軍の兵力を上げてくれる鬼丸以外は大体揃ってますが、舞踏会最上位の祝福を見ると攻撃家宝で差がついてたりするので、まあ、やっぱり鬼丸あるかないかでだいぶ違うなっていうふうには感じてます。レアリティの高い家宝の場合、扶養効果がつくことがあるので、例えば馬輪をもう持っている方でも騎馬攻撃力の付与効果が欲しいなので、またもう一回馬輪を買うなど、そういう買い方もできます。とはいえ欲しい付与効果が手に入るとは限らないので、家宝の強化など他に名声値の使い道がある場合は付与効果ギャンブルはおすすめしないです。当たり前の話ではありますが、必要な名声値を残しておかないと欲しい家宝が買えないので、赤家宝で狙っている家宝がある場合は常に7万5000ポイントは残しておきましょう。7万5000残していても欲しい赤家宝がたまたま同時に2つ来た時などは15万ないと買い切れないことになります。一応回収を使うことで既存の家宝を売ることで 60% の名声を回収することができます。不要効果ギャンブルで負けた場合などは回収しておくと良いかと思います。ちなみに名声値の使用については立志伝の評価の1項目でもあるので、そろそろ立志伝が近づくというタイミングでは名声値の使用を控えておくと良いかもしれません。ということで、今回はリクエストいただいた家宝についての動画を作成しました。余談です。新信長の野望の動画上げ始めて、まあ、20個超えてみたいな感じになってきましたが、再生数としては、まあ、5000超えればいい方かなっていうところで、1万超えの動画が自分の場合だとまだ1本なので、なんかなかなか1万超え作っていくのは難しいなっていうふうには感じてます。多分ネタについて一部章とか絞りすぎちゃうと興味がある人が限られちゃうのが難しくて、結構多くの人に関心があるテーマと、とはいえでも自分で動画作る意味があるような中身がないとってところがあるので、なんかその辺のバランスってやってみると意外と難しいなっていう風に最近感じてます。というところで、新信長の野望について引き続き上げてまいりますので、チャンネル登録、高評価、コメントにつきぜひよろしくお願いいたします。最後にいつも通り直近で新しく動画にコメントいただいた方にお礼申し上げ、この動画を終わりたいと思います。橋本浩平さん、石壁さん、チェケ太郎さん、チャコさん、ポポさん、TK さん、海の木図さん、タックス MR さん、コメントいただきありがとうございました。励みとなっております。召魂交換の動画結構だいぶ経ったんですけど、未だにコメント新しくいただくことがありまして、そちらも確認できたものについては全部返信させていただいております。もしかしたらシステム的に勝手に弾かれてしまっている部分も一部あるかもしれないですが、まあ、いただいたものについてはできるだけ早く返すようにしております。以上です。